現実世界で仲間を集めよう。それこそが自由リサイクル TV の未来だ。どうも、自由リサイジンホームセンターゾリンガマです。今日も大島根県維新編の時間がやってきました。今日からですね、維新編の方向性が見えてきました。テーマは現実の世界で仲間を探そうというテーマです。これはですね、ようやく10年経ってですね、ようやくこれをやることになりました。10年間何をやってたのかということなんですけど、普通だったらですね、多分普通の人間は1年目でこれをやるでしょう。現実の世界で仲間を作ると。なんですけど、なぜか10年経ってようやく今日からそれをやります。で、まあ現実の島根県にいる仲間を見つけてですね、それで新しい世界を作ると、ようやくやります。今まで何をやってたのか、それはですね、まさしく漂白の10年でした。漂流の10年やってたことは、海に落ちてる漂着ゴミと同じことをやってましたね。気持ちはそれと全く一緒です。とにかく漂流していました。でも今もですね、実は変わってないです。やりたいことの方向性は漂着ゴミと全く同じです。じゃあやっていきましょう。で、漂着ゴミの世界観のまま、まあ仲間を探しに行くんですね。で、それで本当に仲間が見つかりそうになってきてるんですね。今これをですね、原案しか作ってなかったこの新事故ゴミ拾いツアーですね、これを今日は具体案をですね、実現に向けて書き進めていくということになります。下書きをびっしり書いてですね、何時に集まって、どこに行って、で、何箇所回るとかですね、持ち物は何を持つとかですね、それだで、どういう趣旨なのか、まあ、全部書いてみるんですね。で、その下書きをひな形として保存しておくと。一回このツアープランを作っておけばですね、いいツアープランを作れば多分何回でも開催できるんですよ。本当にこれは多分実現できると、ゴミ拾いツアー。で、これでノウハウを覚えたらですね、他の方向性でもできるという話なんですね。次はこれ考えています。滝巡りツアーですね。松江のマイナーな滝ツアー、滝巡り何か所か知ってるうちの行きやすいところですね。山の奥だと行きにくいから、町から近くて簡単に行ける滝知ってますから、それを3か所か4か所ぐらい、まあ、手頃に集まってパパッと行ってパパッと帰れるような、そういうことです。これも多分実現できます。だから今日はこのツアー案をですね、実際に書いてみると、書き起こすということです。で、さらに延長線で、まあ、やりたいことをですね、どんどん今考えてます。で、3つ目はこれです。この笠森児童公園で、まあ、宴会を開くというプランです。公園を最高に生かす方法、それはですね、もう誰も知らない秘密の宴会を開くということですね。まあ、これも多分実現できたら多分めちゃくちゃ面白いんですよ。公園だから面白い。みんなが知ってる公園だったらそんな面白くならんけど、公園で宴会を開いたやつがいるということです。それが最高だと思うんですね。で、とりあえずこの3つは多分本当にやりたいやつで、それ以外もですね、まあ、アイデアだけならなんぼでも出てきます。無理だろっていうやつも、この MV か。MV 制作の、今、プランもジモティで考えてます。MV を一緒に作ってくれる仲間を探す、その実現に向けての仲間集めの、要は文章ですね。これもですね、一回ひな形を作っとけば、話が早いんですよ。人を集めしたいときに、MV 作りたいけど、どうだねっていうのを、まあ、ひな形を今日作ってみましょう。で、これらはですね、やってみるんですけど、まあ今日は句会ですから、これやってる最中に浮かんでくる句が、まあ今日の句会ということです。で、もしかしたらなんですけど、これらアイデアを10個20個思いついたけど、まあ、全部総倒れでですね、全滅する可能性もあります。その可能性もですね、多分 10% か 20% くらい、いや、もっと高いか、結構高いですね。もしかしたら全部のプランが全くダメで、全滅かもしれません。でもですね、幸い句だけは残ります。これ作った本人の句は残るんですよね、境外は。だから実はオールオッケーなんですね。で、それでやりたかったと、うん、自分の中に境外は残る、これをプランを企画した。で、まあ、漂着ゴミって言ったらですね、みんな嫌がるから、私の価値観といえば漂流、こうなると思うんですね。この本来無一物と、多分この中にですね、このなぜそんなに漂流したがるのか、多分ここだと思うんですね。この本来無一物、この言葉の中に
漂流だとかですね、漂白の意味が込められてるんですよね。なぜそんなに漂うのか、そこだと思うんです。まあ本来無一物と答えておきましょう。それでもわけわからんから、まあ漂着ゴミと同じことをやりたいということに しましょう。じゃこれはわけは、まあテーマだからわけわからんから、実際にやるツアーの方をこれから考えていきます。で、考える場所はですね、あの家の中とかですね、はやりにくいです。話しかけられて中断っていうか、まあいろいろまずいから。で、外の普通の場所もやりにくいですね。今日はこれから道の駅に行って、まあ、道の駅の机でこれを書き起こします。それが一番集中できます。じゃあ道の駅へ向かいましょう。ジモティに書き込むとですね、それなりにコメントが来ることが分かりました。で、まあいきなりそんなトントン拍子でいいコメントじゃないんだけど、まあ、ヒントがもらえると、ああ言われたらどうしようかなとかですね、そこで自分の頭が整理されます。で、問題はですね、あのインスタグラムとか多分フェイスブックもそうですが、あんまメジャーなものを使うとですね、まずいです。島根県でそんなものを使ったらですね、知り合いがうじゃうじゃ出てきます。そうしたらですね、見つかってなんかですね、突っ込まれてやりたいことは何にもできなくなるから、まあ、そういうのはやっぱちょっと危ないみたいですね。やっぱインスタやばいです。もうすぐに知り合いが出てきますから、それは、まあ、確かに島根ですから宿命でしょう。なので、あのジモティはですね、いい実験材料なんですね。試しに実験できると、これを載せれるということですね。こんな、まあ、クレイジーな実験をですね、だからやっていきましょう。さあ、今日はだいぶ長くなりそうですけど、あの原案が浮かんできました。道の駅で下書きを書いてきた。で、こういう感じですね、 5,6 個実際にどうやるかをですね、考えてみたんですね。まずは笠森児童公園で宴会を開くというプランです。これもですね、ぜひやってみたい。あの公園だからこそ、他の公園だったらですね、ここまで興味はなかなかったですけど、ぜひあそこでやりたい。集合場所はローソンの松江西津田店、まあ、この一番近い公園で、まあ、集合と、集まりやすいから。で、そこで自己紹介する。で、宴会だからぜひともですね、これはお酒を飲みたい。だから集合時間は30分遅らせて7時半にしました。だから仕事終わりでも、私も一回家に帰ってから、もうここで宴会するために、あの公園で宴会したいがために、超スピードでやっていきます。とにかくすごいテンションでですね。で、ローソンでみんなと立ち会って、まず自己紹介と、でローソンで、まあ、買うと。まあでもですね、あんまり飲みすぎたら多分問題になるから、そこそこな量で、多分あそこで騒ぎすぎたらですね、まあ、問題。だから宴会といってもですね、ほどほどな宴会です。あくまで人数はですね、3人から5人にしました。さすがに40人とかやったらですね、もう近所迷惑だから、多分近所の人に怒られてしまうから、まあ、大声はなしで、まあ大声禁止ということにしましょう。とにかく怒られないようにしないといけないです。ひっそりと隠れてやると、あの公園で。で、宴会やって、まあ1時間ぐらいまずはですね、まあ話しながら、まあ自己紹介がほとんどですね、ほとんど初対面ですから。で、まあこの公園おかしいね、ここでやるとかっていう感じですね。で、まあライトとか持参して、まあブルーシート引いてですね。で、それでまあ1時間ぐらいやってですね、で、そこから何するかっていうとですね、あの公園をですね、放置作業をするんですね。これが醍醐味だと思うんです。普通は宴会だけで終わるけど、あの公園は花見すらできないですから、もう花も何にもないです。やることといったら、もう放置作業をするしかないですよ。あのゴミ袋とか全部用意しますから、あの落ち葉を掃き掃除すると。で、枯れ枝、なるべく袋に詰める。で、そのゴミをどうやって運ぶかなんですね、問題は。お酒を飲んでしまってるから、私が考えているのは、ゴミ袋に全部袋に詰めて、次の日の朝にもうすぐ取りに来るつもりで、まあ、あの公園にちょっと一晩置かしてもらう。まあ、放置作業したから。まあ、それがいいです。あの公園は誰も放置作業しない場所ですから、まあ、なんかそのぐらいやってもいいです。だから、それで問題は空き缶とかはですね、ちょっと横に置いといて仕分けしてですね、で、あくまでこのボランティアの袋と別々にしておきます。で、まあ今回第1回目はですね、多分まあほとんど10袋ぐらいやればいいでしょう。10袋ぐらい落ち葉とか枯れ枝をですね、袋詰めしてこの公園でまあやったという痕跡を残すと、まあそこが醍醐味だと思います。ただ宴会だけで終わるんじゃなくて、ついでに放置作業する、うん、これが醍醐味なんですね。 で次の日の朝すぐやってきて、まあ、車で回収すると、で市役所へ持っていくわけです。だからやっぱゴミの量がですね、多分10袋が限界です。それ以上やったらですね、私の車に詰めなくなるんですね。2往復はちょっと辛いから、1往復で詰めるぐらいの量、まあ、ゴミは10袋としておきましょう。分かりやすいです。10袋でやると、
まあ、時間もそれでいいでしょう。多分1時間で終わらせたい。でそれで、解散は、まあ、午後10時頃に解散ですね。でそこから二次会どうするかですけど、まあ、松江駅に向かっていきます。みんなで歩いて。でそれでそのメンバーと適当に話して、まあ、そのメンツと合いそうなことやって、まあ、二次会行ってもいいですよ。まあ、もしくは話が盛り上がらなかったらもうすぐ松江駅行って解散ですけど、みんな帰るということです。まあ、こんな感じでですね、一回はやってみたいですね。あの公園で。で、まあ、あの、ゴミ拾い友達一人見つけたから、その友達だったら来てくれるかな。ただ、もう一人見つければですね、三人で開催できる計画ではあります。これが、まあ、この宴会プランです。まあ、近所の人に怒られないようにすることかな。だから、やっぱり、あんまり、とにかく、ひっそり、静かにやんないと、怒られるということですね。こういう計画です。で、次の企画は、新宿ゴミ拾いツアー。これはまず夜のプランを考えました。夜バージョンは、集合場所は、あのですね、松江新宿、新寺251の駐車場。これはですね、あの、昔、出雲大明神っていうなんか蕎麦屋さんがあったところですね。そこの廃墟になっているところなんですけど、まあ、その空き地はですね、車が止めれる。止めやすい。で、そこに集まって、その海岸がですね、広いんだけど、あの所有者がいないのか、まあ、ゴミが放置されてですね、多分、人が住んでないんでしょう。そこはかなり広げがあります。私も過去に拾ったことあるから。1年前か2年前。でももうまたゴミが集まってます。そこをやると。そこしっかりあるから、そこ頑張って拾って。それと次はどこ行くかという、あの松江新宿ボールですね。あそこの地行って、でそこも海岸広いから、結構ゴミが落ちてるんですね。これも定期的に拾ってる人がいるけど、それでもゴミが集まるから、まあ、そこでゴミ拾い。でもこれ1時間ぐらいできる。で、まあ9時半頃解散ということで。まあ、これ手頃です。場所が分かりやすい。で、広いから。人数は2人から4人ぐらいで。で道具は手袋と、まあ、汚れていい靴さえあればできる。あとは懐中電灯ですね。これが道具です。で次はこの新宿ゴミ拾いツアー、昼のプランも作りました。あの、さすがにですね、一日中拾うのは大変だから、夜のプランと昼のプラン作った。で、昼のプランは夜やりにくいとこやります。集合場所はまずはですね、あの、嫁島町の、あの、これみんなが知ってる駐車場、あの、嫁島町のですね、あの、道路沿いにあるちょっとだけ駐車場がある。そこに、まあ、車2、3台止めて集まる。やっぱ人数はですね、2人から4人ぐらいが集まりやすい。10人とかは難しいです。その止める場所がないから。で、その2人から4人ぐらい集まって、でそれで歩いて、普段ゴミ拾いされてないこの新山居橋かな、この橋の下のですね、下流のところにすごいゴミが集まってるんですね。これやったことあります。でもまた1年経つとですね、すごい集まってるから、ここはしっかりゴミがあるので、まあ、ここ頑張ってゴミ拾おうと。でそれから車で移動して、次はですね、島根県警察学校の裏側にある海岸、万願寺などとも言うらしいですけど、これ新宿 8K に選ばれてる。あの、眺めがいい場所で、眺めもいいですね。だからこれは行くだけでも価値があるけど、そこもですね、ゴミがたくさん集まるから、ここも過去にやったことがあります。で、またゴミが来てるから、まあ、それ拾おうと。で、それやって最後はですね、せっかくここまで来たから、あの、この道の駅愛花ですね、今いる。私がいる今の道の駅で、で、みんなで昼食取るといい。昼のプランだから、まあ時間があるから。みんなで昼ご飯食べて、まあお話しして、でまあ午後1時には解散かと。まあこういう感じですね。これもやりやすいです。あの手頃な場所ですから、集まりやすい。やっぱ2人から4人、このぐらいがいいでしょう、とにかく。で、ゴミ袋は支給しますよ、もちろん。で、やっぱ手袋と汚れて良い靴ですね、そういう感じです。で、ゴミがもし大量にあるかもしれんから、私一人で拾いきれんかったら、他の人の車も使うかもしれない。まあ、ブルーシート、まあ、ちょっと私が持ってくるか。まあ、ブルーシートがいっぱいいるかもしれないですね。問題は天気に左右されるから、まあ、できれば晴れの日にやりたいところです。次の企画は、滝巡りツアーですね。松江市滝巡りツアー。まあ、近所です。とにかく、遠くに行ったら時間ないから、うちの近所の滝を教えます。夜のプラン。まずはですね、松江のあの、熊井の滝。うん、これ結構知られてないけど、結構綺麗ですね。いい川があるんですよ。その、松江の中心部から離れてるけど、まあ、ちょっと行けば行きます。上川津町、ここに集まって。で、まず、ここで自己紹介して。まあ、ここいい滝だから、多分みんな喜ぶ。滝からパワー授かる。それから移動して、その後はですね、2個目は、あの、私の大好きな、ヒノキ山トンネルを紹介します。これはヒノキ山トンネル修理したらなくなっちゃうから、今のうちにみんなで、あの滝を拝んでですね、まあ、松江の、隠された滝を楽しむ。で集合場所は、あの、生協病院の駐車場。あそこだったら、まあ、止めてても、まあ、文句言われませんから。
ちゃんとした駐車場止めて、で、あの滝を見ると。で、その後はついでにあのトンネルの落書きの大壁画ですね、あれもですね、世にも奇妙な光景ですから、あれを全部鑑賞して、で、まあ、檜山トンネル全部満喫して終わると。ぜひおすすめします。まあ、いた人にしか分かんない良さがあります、あれは本当に。その後最後にですね、放射状を待ってます。せっかく檜山トンネル来たから、ちょっと付き合ってもらおうかなと。もしよかったら最後にですね、トンネルの掃き掃除して、で、草取りして終わります。でも、まあ、あんまり迷惑にならんっていうとか、まあ、ちょっとですね、あんま長時間やったら多分歩行者の迷惑だから、ちょっとやって終わるかな。でも人数が 2,3 人いればですね、倍進むから、ちょっとやっただけでもですね、多分痕跡が残せる。で、晴れてたら草取りで、雨降っとったらまあ中の掃き掃除かな。で、ちょっとやって、まあ、2,30 分ボランティアやって、まあ10時には解散かと、こういう感じです。このボランティアをするのはですね、多分自分たちの足音を残すことと、まあ、やった経験から言うとですね、まあ、この土地の精霊を知ることがいい。そうなんですよ、この場所は何だということがですね、より克明に自分の中に入ってきます。自分と一心同体になれるという、それだからその土地の草取りや掃き掃除する、これは重要という、まあ、やってみると分かります。これその土地と一体化できるんですね。で、昼のプランも待ってます。当然滝めぐりプラン、昼野さん、昼のプランは夜行きにくいとこ。まず順天堂大場店にですね、朝の9時ごろ集合します。で、まず自己紹介、それ挨拶したうちに、で、車で何というか連なってですね、その隣にあるマナイの滝という、これは Google マップにも載ってないけどマイナーな滝があります。そこは私何回も行ってますから、近いから、とにかく近いからいい滝です。あの近く有名じゃないけど、その滝行って、で、それでここでもね、掃き掃除しましょう。あの基本的には掃除されてないところ、うん、掃き掃除してちょっと手入れして、まあ、ゴミ袋は多分 3,4 袋や、あ、そうか、 3,4 袋ぐらいは。で、ちょっとやったら次はですね、あの攻め蔵の滝、前に浦芝県銀行編で行ったですね、あの放置された滝です。あのもう放置竹林、もう竹が倒れまくってですね、あれはちょっと危ないけど、まあ、でもなんとかですね、ちょっとガイドします。あのこれ長靴履いてた方がいいですね、長靴。そこをガイドして連れて行って、攻め蔵の滝を紹介すると。それついでに、そこはですね、あのとても掃除はできないけど、倒れてるあの枯れ枝を撤去しましょう。歩きにくいから。もう歩く場所がないです。あの歩道に枯れ枝がもう充満してるから。まあ、私がノコギリで切りますんで、みんなで枯れ枝撤去すると。で、それ滝行って帰ってくると。そしたら多分12時頃には解散か。で、まあそのメンツで気が合いそうだったらですね、その後一緒にご飯食べに行くといいと思うんですね。だから最悪、まあ午後1時には終わるでしょう。まあ、そこから話が盛り上がればですね、もしよかったらあの一緒にカラオケ行きましょうかとかですね、まあ、昼だから時間があるからなんかできる気がするんですよね。そういうプランです。やっぱ放置することで、うん、やっぱ放置作業は必ず必須ですね。で、さらに行きます。ちょっと長いんですけど、カラオケ全機能お試し大会、これもジモティに載せましょう。これはうちの一番近所のカラオケ店、カラオケルーム335の上野木店で集合します。ここはみんな知ってるでしょ。だからそこで集まって、このお店のカラオケの、まあ、ダムかジョイサムとか、まあ、その全ての機能を使い尽くすと、もう1から8から8まで全部使うと。で、置いてあるタンバリンとかですね、マスカラとかもですね、あ、マラスカか、もう使いまくるんですね、とにかく。で、フードメニューもですね、全部やる。あのロシアンルーレットとかですね、そんな フードメニューあるんですよ。それらもですね、全部そのパーティーっぽいメニューはやってみるということです。それ盛り上がったなら打ち上げをですね、隣の温野菜という店でやるといいと思うんですね。これも一回はやってみたいですね。とにかく一回やってみたらですね、まあ、いいか悪いか分かります。お試しということで。で、次はこの企画もあります。タヌキ、ハチ、ヘビ、カメムシを供養する会、まあ、これは完全にマニアです。私の完全に好みです。趣味でどうしてもこのメンバーを供養したいから、あまりにも無念な思いをしているから、まあ、例の無念ですね。だから特定してこの生き物だけをもうみんなで供養する。で、集合場所は道の駅で集まりましょう。まあ分かりやすいから、集まりやすいから、とにかく。で、愛花の道の駅で、なぜここかというと、このここの周りの道路でタヌキが死にまくってるからですね。だからタヌキが死にまくってる場所の近くで、まあ、それを、まあ、海岸を見てですね、祈りましょう。タヌキの霊魂を、宍道湖を見て、この近くで死んだタヌキのことを思ってですね、もしくはスズメバチ、毒蛇、カメムシをですね、思い出して、まあ、個人的に弔いたいです。これはマニアの、まあ、やりたいと思います。
最後、MV 制作のプロデュース仲間を募集の仕方、これもですね具体的に考えてみました。多分漠然と書いてもあんまり人が集まらんからこう書くといい。仲間集めは、まずポスターやチラシのキャッチコピーは、まあ、私がやります。でもそれ以外の人材はですね足りないから誰かに委託したい、人材が足りないので募集しますと、もともと書いてやると。でも私は、まあ、42歳廃人ですと、獣医細工やってますと、だからあのチラシのキャッチコピーは任せてください、まあ、タイトルは別に他人にやってもいいですよ。でもあのチラシのキャッチコピーは個人的にやりたいです。でも他はあの他人に任せたいです。他人がやってほしいあれは、ボーカルダンサーラッパーと、うん、そして作詞作曲、まあ、これもですね、まあ、私じゃちょっとクオリティがやばいからもっと本格的な人がいた方がいいですね。だからすごい詩人とかですね、まあ作曲家大作曲家いれば、最悪見つからなかった、もしどうしてもいなかったらですね、まあ、私がやりますよ作詞作曲、まあ、ひどい曲がプロデュースされますけど、まあ、もしどうしてもいなかったら私がやります。映像編集、これもそうですね、もしも誰もいなかったらですね仕方ないから私がやります。まあ悲惨なことになりますけど、もし映像編集得意な人がいたら、まあ、本当雇いたいです。まあそうです、でもまあ基本的にはお金なしでやります、みんな趣味で集まるから、まあ0円でできる MV ですね。服装メイク係、これもし得意な人がいたらですね確かにメンバーに入れてほしいですね、仲間になってほしいです。まあ服装みんな普通の私服でいいんだけど、もしも服装作れる人がいたら、まあ、コスプレとかですね、まあ、そういうのできる人ですね、まあ、もし得意な人いたら、まあ、心強いですね、まあ、そういう人材もともと。で募集期限は無期限、まあ、これはですねどう考えても1年やそこらじゃ集まらんですよ、こんな多分10年単位ですね、まあ、10年ぐらい待ったらですね、まあ、10年ぐらい必死に探したらもしかしたらメンバー揃って、この島根県で MV を作ってるやつが現れたということですね。でそれで世界に発信すると。でもしかしたらだけど、K-POP を揺るがすような再生回数50億回とかですね、そういう MV をですね、まあ、島根県から島根県民が作ったという伝説が作れるのではないのか。まあ、完全に夢ですけど、この企画はもう実現しない方が当たり前なんですけど、夢として残しておきます。そうですね。このプロデューサー、まあ、プロデューサーじゃなくてもいいですよ。もっといい、かっこいいプロデューサー見つけてですね、まあ、私がくっついていくだけでもいいです。でも夢として島根県初のミュージックビデオで再生回数50億回ですね。まあ、これを掲げましょう。これも書いておきましょう。夢は島根県から再生回数50億回を超えるということです。島根から。そうですね。島根県であることは重要かな。これは東京の人雇ったらですね、あんまかっこよくない。やっぱ島根県民が50億回再生ですね。それやってですね、みんな当然な顔してるんですね。それは私たちですから、当然ですよ。島根県民ですから。そうなんです。島根県民だから50億回再生できるんですよ。まあ、そう自称してくるんですね。まあ、それが私の夢です。島根県から一歩も出ないで、50億回再生やる。MV で。爆池 MV ですね。まあ、ぜひともやりたいところです。次。これはもう完全に実現できない、もう完全にできないんだけど、夢というよりも幻ですね。セルフ肝試しのことを、セルフ肝試しの募集も具体的に言ってみましょう。セルフ肝試しをマスターしてみませんか。ため息、うめき声、暗い顔、それらは素晴らしいネタの宝庫です。むしろそれを使ってやりましょうと。自分の部屋で毎晩セルフ肝試しをしていると人生が明るくなってきますよ。まあ、確かにそうです。もしも本気でマスターしたらですね、楽しめると。うん、お金も道具も言いません。そう、0円で。あなたのため息を幽霊にして、そう、あれはお化けだったんだと。そうかと。あれは自分じゃない、お化けだと。で、楽しみ、まあ、自分自身のゾンビ化、ミイラ化を楽しむと。で、鏡を見て楽しむということです。まあ、ノウハウは持ってますから。まあ、でもですね、多分、やりたいって人はですね、まあ、いないかもしれないです。100万人に1人いるかいないかですね。これ、私に教わりたいって人はですね、1000万人に1人かもしれないですね、やりたい。まあ、だからまあ幻ですけど一応、まあ、ジモティだったら載せましょう。ジモティだったらいいですよ。ジモティだったら、うん、載せるつもりです。でさらにやばいのがあってます。落書き条例会、まあ、これだけはちょっとですね、まだまとめてないけど、まだ落書きについてはですね私の研究が進んでないです。落書きを条例するとはどういうことか。まだ出会った落書きが少ないから100、200とですね、もっと落書きに出会えば条例の能力が育つはずです。その時に落書きを条例することは楽しいですよと、他人に紹介できるほどにまでスキルが上達するはずです。まあ、これは未来の予定ですね。まだ
私自身がマスターしていません。落書き奨励会いつかやろうと思ってます。じゃあこんな感じで今日の相当盛り上がってます。今日は家に帰ったらですね、この書いた下書きを全部パソコンで打ち起こして、でそしてジモティの掲示板になんか全掲載するらしいですね。いや恐ろしいことです。ジモティの会社の人も怒るかもしれないですね多分。でもやりたいです。ジモティに怒られてもですね、まあ私はジモティ界の魔王を目指してますから。うん、そうですね。でもこれインスタでやったらですね、知ってる人が10人ぐらい現れて、すぐ見つかってですね、多分まずいことになります。親戚とかですね、職場の人とか同級生とかですね、まあ、島根県で、まあ、絶対そうなんですね。それはそうしたら まずいことになります。こんなセルフ肝試しとかですね掲載したらとんでもないことになりますから、だからジモティでやるとテストしてください。ジモティだからこそできる。じゃあ今日はこれで終わります。大島根県維新編、現実の仲間を探しに行きます。予想としてはこの宴会プランは難しいですね。実現度を書いてみましょう。最後、実現できるパーセンテージ、この宴会プランは多分 20% かなと。実現可能性はまあだいぶ低いでしょう。でももしかしたら 20% の確率で実現可能。ゴミ拾いツアー、これはですね、もうと友達見つかってますから、これはすぐできますね。しかも夜、これは多分 90% の確率で実現できる。一番できますから、ね、夜だし私が動ける。でもう仲間も見つかってる。次、昼のツアープラン、これも多分相当できる。ゴミ拾いは受けがいいので、本当にコメントが来るから多分 70% の確率でできる。多分できますこれは。ゴミ拾いは80かな。ゴミ拾いは多分仲間見つかる。次、滝巡りツアー夜のプラン、これはちょっと微妙ですね。でもまあ無理やりやれば多分 50% かの方、夜はまだやりやすいですね。いつでもできるから。次、昼のプラン、これはちょっと低くなったから 30% か。滝が好きな人はやっぱ少ないですから、ゴミ拾いの方がまだやってる人多いから、滝好きはやっぱ少ないから、この近所にいるかいないか 30% かな。カラオケ全機能お試し大会、これは結構いけると思うんですよ。なんとかしてカラオケ好きが多いから、この実現パーセンテージは60% としましょう。まだ松江の人口多いし、カラオケ好きが多いから、とにかくなんとかして捕まえれば、まあ、できるかな。タヌキを供養する会、これはまあ 1% でしょう。残念ながら100人に1人でしょう多分ついてこれるのは。でも一応コメント来たんですね。タヌキ供養したいって言ったら1人動物愛護の人がですねコメントくれたんですねだから、その人を思い出して 2% にしてみましょう。もしかしたら本当にできるかもしれないです。この、もしかしたらですけど、でも限りなくこれは可能性は低いです。よくわかんないですか？これ見てもですね、何したい人なのかもう全くわけわからないんですよ。もうただの個人的な思いですから。なぜこの生き物なのか、もうそれはですね、あまりに無念だからなんですけど、まあそういうことです。次は、UV 制作の仲間集め。これはもう 0.001% でしょうね、多分。まず結成できただけで奇跡。本当にそうです。まさか本当に結成できたと。まあ、結成することが夢ですね。結成した後に再生回数伸ばすのはさらに夢ということで。夢の段階がもう10段階くらいあるでしょう。この50億回再生までには、夢っていうか、結成できる確率が 0.001%。でもどうしてもやりたいですね。個人的には一番、もし実現したら一番面白いですから、これ。そしたらまあキャッチコピーはやりますよ。他の部門はお任せします。できればですね、才能ある天才見つけて。特にやっぱ個人的にはですね、この天才ラッパーですね。もし島根県に天才ラッパーいたら超ハマりますよ。やっぱ天才ラッパーが一番出会いたいかなと思ってますね。セルフ木村飯、これはまあ0% です。まあ 0% でもジモティに載せるということに意義がありますね。このみんなに募集をかけることに意義がある。まあ、実現は 0%。 絶対にこれは実現しません。落書き除霊会、これも 0%。 絶対にこれは誰も生徒さんいません。この肝試しと除霊会は生徒数ゼロってことで
やること自体がまあホラーなんですけど、まあそれでもですね、やること自体で枠が読めます。個人的にだからやります。たとえ 0% でも可能性が。じゃあ一応今日の維新編終わります。だいぶ維新が進みました。さあこの後はジモティに載せるのみです。で明日からこれが掲載されますから、全掲載。そうしたらですね、ジモティ会からまた反応が来るでしょう。まあ具体的に書いたから、今までは具体的に書いてなかったから何がしたいのかよくわからん人だったけど、これだけ書けばですね、多分何やりたいのか伝わると思うんですね。じゃあこれで家に帰ります。